美瑛町の、白金温泉に来ています。そして、向こうが十勝岳、ずっとあちらに大雪山があります。こうしてですね、この谷に、美瑛川の上流が流れてるんですけど、白ひげの滝という滝があります。そうです。美瑛川が多いために、普通見られない、こういう風景です。立派な滝と言っていいでしょうか。そしてこちらですね、これがこのように、そしてこれが、美瑛川です。硫黄を含んでいるためにこのように青いです。でこれが少し数キロ下流で、池のように溜まっているところが青い池になります。で水が青いだけでなくて、この下の方が白くなんか沈殿するんですね。それがあるために一層、美しい青が生まれます。白ひげの滝、はい、白金温泉、そして十勝岳というところです。はい。